えー、今回はですね、まあ、あるのが当たり前ってなってしまってるってことです。まあ、この「あるのが当たり前」っていうのは、まあ、例えば空気とかですねあと水、うん、それからどうですかねあの重,重力とかね引力とか、まあ、そういったね宇宙の法則なるものが、まあ、つまりあるのが当たり前、まあ、月が見えるのも当たり前でとにかく自分たちが生きているのも当たり前。 ね、自分たちがこうやって生活できているのもあの当たり前というようになってしまってますでもやっぱりの自分のねあの概要欄読んでいただくと分かるんですけどもやっぱりね生かされてるんですよ自分たちっていうのはあのこの地球というねこの惑星の中でやっぱりね生かされてるってことなんですですからその点がねあのいかに今このね世界の指導者とか あの全人類がですね、分かってないかってことなんですよでもこの点にね、気づきがあった方っていうのはやっぱりね、すごいと思いますやっぱりね、感謝する心になりますあのやっぱりね、創造者がいるってことですですから、その創造者がまあもうじきですね大きな苦難が来るってことを設定してるわけですですから、今やるべきことは5つのことです とにかくこの今あるのが当たり前っていう思ってる方たちにいずれねてっそうなった時にじゃあどうしたらいいんだってことになるともう5つのことをやって選別されるこれしかないってことなんですねでもまあほとんどの方はわからないやっぱり気づきがないってことですでもやっぱりねこの時期でもやっぱり気づきのある方っていうのはやっぱりねいるんで ああやっぱりねメッセンジャーやって良かったなと思う時ありますねやっぱりですからね本当に一人でも多くの方に気づきを与えたいそして5つのことを実践していただいて本当にね大きな苦難をね生きて通過していただきたいなと思いますね、うんまあ、とにかくあるのが当たり前、ね、月が見えるのも当たり前空気があるのも当たり前 で虫がいるのも当たり前動物がいるのも当たり前、まあ、全てがね当たり前になってしまって何の感謝の心もないってことですねでそこでまあ、まあ、自分勝手にですね振る舞ってるってことなんですよねでもそれがいかにね愚かなことだっていうことをね気づきがあった方は分かると思いますですから是非5つのことを実践していただいて、まあ、あの大きな苦難を本当にね乗り切っていただきたいと思いますねええ、ね 今回は以上です。ありがとうございました。